どうもこんにちは、大峰です。今回は After Effects でリアルな 3D を扱えるプラグイン Element 3D V2 をご紹介していきます。購入当初はビデオカードがサポートされておらず起動しないという事態に見舞われてしまいましたが、その後無事起動、現在は快適に使えています。このプラグインは以前より人気のあった Element 3D の最新バージョンで、新たに 3D オブジェクトを変形させるデフォート機能や影を落とす反射など数々の追加機能がありますが、個人的には気軽に 3D データを変形させたり、Cinema 4D のネイティブファイルを直接読み込みたり、OpenGL レンダラーによる高速描画なんかがお気に入りです。今回このプラグインの紹介するということで、海外サイトからいくつかフリーの 3D データをダウンロードして、それを Element 3D 上で読み込み、After Effects で加工していきたいと思います。海外ではハイクオリティな 3D データがたくさんありますが、今回はドラゴンやトランスフォーマーのオプティマスプライム、マリオやルイージなどのデータを使わせてもらっています。元からクオリティの高いこれらのデータですが、After Effects 上でライティングなどをセッティングしてやるとさらに品質が上がるということがわかります。ちなみに読み込んだデータは C4D と OBJ の2種類となります。ここで注意点です。Element 3D は 3D オブジェクトを高速に処理することができるんですが、この V2 からはディスクリート GPU のみのサポートとなっていますので気をつけてください。体験版もありませんので、もし購入されるという方がいらっしゃいましたら、購入前には動作環境をきちんと確認されることを強くお勧めします。いかがでしたでしょうか。 3D オブジェクト自体は自分で作る必要がありますが、今回のようにフリーの 3D データを使えばより簡単に映像制作に活用することができるんじゃないかと思います。僕はというと業務などでは 3DCG を扱う機会は少ないんですが、今後は積極的に提案していきたいと考えています。以上です。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。